まずは本日劇的な決勝弾を決めました、背番号27番古谷美久里選手です。まずはお疲れ様でした。ありがとうございます。いやアディショナルのご自身の PK からの素晴らしい決勝ゴールでしたけれども、あのシーン振り返っていかがですか。いやまあそうですね、あと2分ぐらいしかなかったんで、もうなんとか決めたいなっていうのは思ってたんで、はい、それで PK に行って決めれたんで良かったです。本当にご自身でファウルをもらって自ら PK を切りに行くっていうのはもうすぐに決められたんですか。いや僕の心の中ではまあ蹴りたかったんですけど、うん、まあ決まってたりしたらあれなんで、うん、そうでもみんなが蹴っていいって言ってくれたんで僕も蹴れました。それで本当にあの瞬間思い出すだけで涙が出てきたんですけれども、プレシーズンマッチだったりとか天皇杯ではねハットトリックを決められてましたけれども、こういったシーズンの中で初ゴールという形になりますよね、はいすはいはい、ぜひとも次節へ向けての意気込みもお願いします。まあ次の試合も点数を取ってチームの勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。反対側に高知コーチがいますけれども、はい、本当に高知選手もよく、ね、美久里選手の話されてましたけれども、はい、厳しい。いやもうケイさんには本当にもういつもお世話になってるんで、はい、じゃ改めて最後にファンサポーターの皆様にもメッセージお願いします。まあさっきのちょっと違う、応援よろしくお願いします。あじゃあ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。出番号27番古谷美久里選手でした。ありがとうございます。さあ続きまして背番号3番増田修太選手です。まずはお疲れ様でした。ありがとうございました。いや厳しい環境の中で勝ち切ったのは非常に大きかったと思うんですが、はい、試合振り返っていかがですか。そうですね、まあ、雨ずっと続いてグラウンドもこういう状態で、でも最後やっぱ諦めずに思ってたらやっぱああいう風に巡ってくるので、まあ、いいチームになってきたなとは思ってます。そして増田選手、今シーズンキャプテンとしてもチームを引っ張る存在でありますが、はい、残りの試合どのようにご自身は活躍していきたいと思ってますか。もう僕ができることを全力で頑張って一試合一試合魂込めて頑張っていきたいなとは思ってます。はい、それでは改めて次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージをお願いいたします。次節絶対勝つので無観客ですが、ネット上のところで見ていただければ僕たちも力になりますので応援よろしくお願いします。背番号3番増田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして背番号31番原田由伸選手にお話を伺いたいと思います。まずはお疲れ様でした。お疲れ様です。このようなピッチの状態の中でもボールの処理もすごく難しいゲームだったと思うんですが、見事0点に抑えてくれました。今日の試合振り返っていかがでしょうか。そうですね、今日は雨が降ってて難しいグラウンドコンディションだったんですけど、まあ、全員がまあ徹底して相手の背後のサイドの背後を狙っていこうということだったので、それができていて、まあ、リズムが良かったんじゃないですかね。何度かあちらもすごくコメントもシーンが多かった中で原田選手の、キープがすごく光ったゲームだったなと思うんですけれども、ご自身のプレーを振り返ってはいかがですか。そうですね、まあ、いつか、まあ、点を取ってくれると思ってたので、まあ、後ろは、まあ、僕を含めてディフェンスラインで、まあ、ゼロにしようとは、はい、思いながらプレーしてました、はい。それでは改めて次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージお願いします。応援ありがとうございました。次節も、勝てるように、まあ、練習から全力で取り組んでいきたいと思います。熱い応援よろしくお願いします。原田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に中村敦史監督にお話を伺いたいと思います。劇的な勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直な気持ちいかがですか。いやもうほっとしてます。はい、アディショナルでのまた逆転ゴールというか決勝弾が決まりまして、まあ、古谷選手、はい、レギュラーシーズンではこう初ゴールという形になりましたけれども、あのゴールシーン振り返っていかがですか。はい、いやあいつの機動力が生きたんじゃないかな。PK で、はいはいはい、あいつの足の速さがあの爪ですよね。
だから PK 戦じゃなくて良かったです。本当ですね、はい、いやでも本当になんとか前節で1対1のドローとなった相手ですので、まあ、この8点差大きいのではないかなと思います。そして現在チームも8連勝中ではありますが、現在のチームの状況、監督から見ていかがでしょうか。まあ、苦しい中で、まあ、一つ一つ勝ち点3を取って、まあ、それが、まあ、自信につながってる。で、まあ、最後はなんとかなるだろうっていう感じでみんな多分信じてやれてると思うので、はい、まあ、これを続けて、あとまだまだ半分近く残ってますけど、しっかり全部勝ち切って、はい、しっかりと優勝したいと思います、はいはい、それでは最後に次節への意気込みとファンサポーターへのメッセージをお願いします。はい、次節もまた苦しい試合があると思うんですが、その中でみんなで全力を尽くして、戦っていくので、サポーターの皆さんはコロナであんまり来れなくて見れないと思うのですが、映像を通して応援していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。中村監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。